じゃあすみません、自己紹介をよろしくお願いします。あ、はい、私はスマテです。ABK AOTS のタンブラムチャプターの教師して働いています。どうぞよろしくお願いします。丸ごとを使った授業の紹介をしてください。丸ごとを始めたとき、私は生徒たちより私はとても楽しみました。英語を見せて、録音を聞かさせて、教えることはとても面白いと思います。生徒たちだけではなく、先生たちも楽しめます。英語を見ながら勉強するとき、レッスンをよくわかるようになっています。最初から発音も正しくなっています。生徒たちは正しく話しています。だから、今まで教えていた方法より、丸ごとの流れはとても面白いと思います。丸ごとを使って授業や学生が変わったことってありますか？変わったことが、初めて生徒たちはとてもブリスクとしています。なぜなら、いろいろな活動がしているから、アンケートをしたり、いろいろなものについて、ペアで話したり、あとで、いろいろな活動をして、とても楽しみと思っています。だから、授業はとても、賑やかになっています。生徒たちは勉強した同日に言葉と文法を使って簡単な文法を作って自分のことを話せるようになっています。その上、CAN DOの活動がしているから日本語だけではなく日本の文化もよく分かっています。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。